1> m 1リ2 0 m m 降車砲は、アメリカ合衆国にて、標準的な超重降車砲として開発された火砲で、ある。約1万8000メートルに達する長大な射砲から、清掃圏の大砲と呼ばれ、主に固定降車砲として用いられたが、牽引降車砲としても用いることもできた。m 1 2 0 m m 降車砲は1944年から、運用が開始され、 より小型で運搬性に優れた M 2 90mm 降車砲を保管して運用された。第二次世界大戦及び朝鮮戦争において実戦投入されたものの地対空ミサイルの開発により1954年から徐々に姿を消し、最終的に1960年にはその役目を終えた。アメリカ陸軍における 120mm 砲の開発は 第一次世界大戦終結後から開始されており、試作型も1924年には完成していた。しかし実用的とは言いがたい重量と価格から研究は中止には至らなかったものの地帯せしめられた。しかし1938年に陸軍は新たな対空火器の必要性を再認識し、重工射砲と超重工射砲の2種類を発注した。前者には、 M33 インチ校射砲を代替する m 1 9 0ト、mm、ル校射砲が選ばれ、そして後者には新たに開発された8輪式砲画を受け入れた1 2 0ト、mm、ル砲が選ばれ、4.7インチ M1 として1940年には正式化された。m リメートル校舎砲のように M1120mm 校舎法も1個中体に月4問の編成となっており、サーチライト、 SCR-268 対空レーダー、M10 射撃統制装置、M4 計算装置の連携により、砲の自動制御が可能であった。また、牽引には、M6 トラクターが使用された。M1120mm 高射砲は、第二次世界大戦後半の1944年から導入され、この砲を装備した第513。 放射砲兵大隊が1945年2月にフィリピンへ展開しているものの結局実際に敵と交戦することなく終わった。しかし第二次大戦終結後冷戦が始まると M1120mm 放射砲は各兵器製造施設や主要な工業地域戦略空軍基地大都市といった重要防護対象をソ連のつマイナス4爆撃機などから守るために 各地へ配備された。当時の陸軍防空司令部の下にはこの砲を装備した44個の常備校舎砲兵大隊と22個の周兵校舎砲兵大隊が編成され、それらを機関として7個校舎砲兵旅団と20個校舎砲兵軍が存在したほか、数千とマリー運河の防衛のためにカナダの2個校舎砲兵大隊がこの砲を装備していた。そしてこれらの方は、アン CBS-5 レーダーを装備した長距離防空警戒網であるラッシュアップレーダーネットワークによって完成されていた。しかし1954年に民 -3 内警ジャックス地対空ミサイルの配備が開始されると M1120mm 降車砲は射程不足とみなされ徐々に退役が始まった。また1957年にソ連において 初の ICBM となる R-7 が配備もあり、1960年1月には、周辺部隊を含む全ての部隊から退役し、配備していた部隊は全てナイキミサイルを装備するか、廃止されることになった。ありがとうございます。